今年4月にウィンクが初の東京ドームで大成功を収めたように、6月にはディーパルも東京有明アリーナに登場するのだろうかナンバーアンダーライン愛は、新しい若いメンバーを指導する方法を本当に知っています。今年のエンターテインメント会は、まさに変革の年となりました。特に、滝沢秀明さん率いる新会社、トベが新たな風を吹き込んだことは、多くのファンにとって衝撃的な出来事でした。 そして、その新しい風の象徴とも言える存在が、5月に公式発表された新グループ d p u l s です。2024年5月17日、滝沢秀明氏が率いるエンタテインメント新会社トベが公式サイトと SNS を更新し、新グループ d p u l s d p u l s の発表を行いました。この瞬間、ファンの間に興奮と期待が一気に広がりました。 かつてジャニーズ事務所で活躍し、今や新たな挑戦を続ける滝沢氏が手掛ける新プロジェクトは、一体どのような未来を切り開くのでしょうか ?D パルスは6人のトゥレーニー、研修生で構成され、その顔は未だに明かされていません。公式サイトに公開されたビジュアルでは、全員がツバヒロのハットを被り、ジャケ形とグレー系のハットとレザーのサスペンダーでシックなスタイルを決めています。この斬新な演出は、 ファンの間で大きな話題を呼んでいます。それだけではありません。彼らのデビューが予定されている6月の公演では、さらに注目が集まることは間違いありません。有明アリーナで行われる一連の公演で、d パルスのメンバーが初めて顔を見せることになるでしょう。その時、彼らがどのようなパフォーマンスを見せるのか、ファンは期待と興奮で胸を膨らませています。 滝沢秀明さんが、戸部を立ち上げた背景には、エンターテインメント業界への新しい挑戦がありました。ジャニーズ事務所から独立し、新たな道を切り開く中で、d p u l s の存在は、その象徴と言えます。滝沢さんが選んだこの6人の研修生は、どのようにして選ばれ、どのような訓練を受けてきたのでしょうかそれは未だに謎に包まれていますが、滝沢さんの目にかなった彼らが、 今後のエンターテインメント界でどのような影響を与えるかは非常に興味深いところです。発表と同時に告知されたのは6月に開催される有明アリーナでの複数の公演です。IMP のデパーチャー6月13日14日北山博光さんの乱心6月15日16日三宅健さんのザ・アザーサイドアナザーミープレゼンテッドバイケン三宅6月22日23日に すでに発表されている大東律月さんやウィンクファーストと共に D パルスが登場します。この公演で彼らの素顔と名前が明かされる可能性があり、ファンの期待は頂点に達しています。滝沢秀明氏は若手の才能を乱し、育成する能力に長けています。過去の実績からも明らかなように、彼が手がけたグループは成功を収めてきました。例えば、 今年4月に東京ドームで大成功を収めたウィンクは滝沢氏の指導の下で成長を遂げました。彼のリーダーシップと経験が D パルスにも大きな影響を与えることでしょう。D パルスのメンバーは滝沢さんの厳しい指導の下で成長を遂げています。彼らの中にはすでに注目を集めている若者たちもいますが全員が顔を隠していることでファンの期待と興味はますます高まっています。 滝沢さんが目指すのは、単なるアイドルグループではなく、真のエンターテイナーの育成です。そのため、d p u l s のメンバーたちは、歌やダンスだけでなく、多岐にわたるスキルを身につけることが求められています。d p u l s が話題になる理由の一つに、そのメンバーの性別が挙げられます。ファンの中には、メンバーが全員女性ではないかという噂が広がっています。 これは従来の男性アイドルグループとは一線を画す新しい試みと言えるでしょう。もし D パルスが男女混合のグループであるとすれば、これまでのアイドルの枠を超えた新しい形のエンターテインメントが期待されます。D パルスのデビューが近づくにつれ、ファンの期待はますます高まっています。しかし、新しいグループが成功するためには多くの課題が待ち受けています。まずは、 ファンの期待に応えるパフォーマンスが求められます。また、グループ内でのキャラクターの確立や、個々のメンバーが持つ才能をどのように発揮するかも重要です。また、D-Pulse がデビューすることで、エンターテインメント業界にどのような影響を与えるかも注目されています。新しい風を吹き込む D-Pulse の存在は、他のグループや事務所にも刺激を与えることでしょう。D-Pulse のメンバーそれぞれには、 それぞれのバックグラウンドやストーリーがあります。これからの活動を通じて、彼らの個々の物語が明らかになることでしょう。ファンにとっては、そのストーリーが一つの魅力となります。そして、彼らの成長を見守り、応援するファンの存在が、何よりも大きな支えとなるでしょう。ディーパルスがデビューを迎えるまでの期間、ファンの期待は高まり続けます。彼らのデビュー公演で何が披露されるのか、 そしてどのようなスタートを切るのか。これは今後のエンターテインメント業界において大きな注目ポイントです。また、彼らが持つポテンシャルがどのように発揮されるのか、そしてどのように成長していくのかも注目です。D-Pulse がエンターテインメントの新しい時代を切り開く存在となることを期待しつつ、私たちファンは彼らの活躍を楽しみにしています。 D ーパルスの登場はエンターテインメント業界に新たな波をもたらしました。滝沢秀明さんのビジョンの下で育まれた彼らがどのような未来を描いていくのか、その行方は未知数です。しかし、一つ確かなことは彼らが持つ可能性は無限大であり、その成長とともに私たちファンも新たな体験を得ることができるということです。 この新しい冒険の始まりに立ち会えることを嬉しく思いつつ、d ィ u l s の未来に期待を寄せています。彼らがどのように成長し、どのようなステージを見せてくれるのか、これからの展開に目が離せません。そして、彼らがエンターテインメント界に新しい風を吹き込み、私たちに感動を与え続けてくれることを信じています。次なるステージで d ィ u l s がどのような物語を紡いでいくのか、 その行方を見守りつつ、私たちも新たな冒険に心を躍らせましょう。ディーパルスの登場は、トベにとっても、エンターテインメント業界にとっても、大きな転機となるでしょう。滝沢秀明氏のリーダーシップのもと、彼らがどのように成長し、どのような新しい風を吹かせるのか、その一部始終を見逃すことはできません。これからの彼らの活躍に、ぜひ注目してください。 あなたは D パルスの未来に何を期待しますか彼らの成長を見守る中で、どのような新しいアイドル像が生まれるのか、一緒に楽しみにしましょう。最後に、皆さんに問いかけたいと思います。D パルスのメンバーがどのような個性を持ち、どのようなパフォーマンスを見せてくれると思いますかまた、彼らのデビューがエンターテインメント業界にどのような影響を与えると思いますか ぜひ、皆さんの意見を聞かせてください。